コンラト一世は、ジャガン、七ナバその他の公、オレシニツァナムイスフグニエズノカリシュ公、単独のカリシュ公、単独のナムイスフ公、オレシニツァ公。グーグフ公ヘンリク三世の次男で、母は、ブラウンシュバイクリューネーブルク公アルブレヒト一世の娘、メヒティルド。父が1309年に急死すると、コンラト一世は兄弟たちと共に共同統治者として、広国を相続した。 しかしコンラトは未成年であり、母と兄ヘンリク4世が1312年まで後見人を務めた。1310年3月3日、未成年であったが、コンラトは兄ヘンリク、弟ボレスワフと共にベルリンでの会合に出席した。この会合において、グーグフ公爵兄弟はポモジェノグダニスク一体を金銭的保障と引き換えに、 ブランデンブルク返京博に明け渡すことに同意した。さらに外籍、アスカーニエンケとの友好関係を保つため、兄弟はクロスのオジャンスキへと、ジャガンを差し出すことも約束した。1312年2月29日、広告の公的な分割が行われた。コンラトと、すぐ辞定、ボレスワフは、共同統治者として、グーグフ広告の党派及び仮主。 グニエズの一体を獲得した。ヘンリク4世と下の弟たちアンを及び、プシセムコ2世は、シチナバ、ジャガン、ビエルコ・ポルスカの大部分を奉仕した。兄弟の母メヒティルドは、カフ領として、首都、グーグフを領有した。その1年後の1313 13年、コンラト1世とボレスワフは自分たちの広告を、さらに分割することを決め、コンラトは仮主、カリシュ。 ナムイスーフの公となった。ヘンリク三世の五人の息子たちはひどく不安定な立場に置かれていた。1313 13年、コンラト一世は地元貴族の反乱により仮死を喪失した。同年、レグニツァの諸公がコンラトの両国からウラスを奪った。翌1314年、ヘンリク三世の息子たちによる領土分割に反対した地元貴族たちの指示を受け、 ブワディスワフ一世タンク校がビエル・コポルスカのほぼ全域を獲得した。1321年、時定、ボレスワフが子供のないまま死ぬと、コンラト一世がオレシニツァを相続した。ブワディスワフ一世とレグニツァ公ボレスワフ三世は1321年から1323年にかけて、コンラトからオレシニツァ公国を奪取するための遠征を行った。コンラトは、 ブローツワフ公、ヘンリク六世の娘エルジュビエータと結婚して、ブローツワフ公国と退治するのを避け、敵側に対抗した。ブワニスワフ一世、ボレスワフ三世との和平協定は1323年8月10日にクラックフで結ばれた。コンダト一世は、ボウフ、ルビオンシュ、スモゴジュフを保持したが、ボレスワフ三世に、ナムイスフを奪われた。年、 コンラト一世は、ボヘミア王与半本力センブルクに、真珠の礼を取った。1343年、ポーランドオカジミエシュ三世が、オレシニツァ公、コンラト一世、シチナバ公、ヤン、ジャガン公、ヘンリク・ゴセイラのグーグフ諸公に対する遠征を、開始した。コンラトヨは、オレシニツァの防壁を利用して、ポーランド国王軍を敗北に追い込み、 カジミエシュ3世との和平にこぎつけた。1345年、コンラトは、老いのヘンリック5世と共同して、ポーランドから不処和を脱回しようと試みたが、失敗した。1355年、コンラト1世は、コジュレ公国を獲得した。1357年12月8日には、チェシンコカジミエシュ1世との間で、リトム公国を分割した。 翌1358年、ブローツワフ司教から未立を購入した。1361年に、七名ウ公安が子供を残さず死ぬと、コンラト一世と、オイ・ヘンリク五世はその医療の相続をめぐって、対立した。両者の争いは1365年、ブジェク・コールド・ビク一世の調停によって解決した。コンラト一世は1366年12月22日に、 亡くなり、トシセブニカの修道院内にある聖ヤドビガレハイに埋葬された。1322年1月10日、コンラト1世は、ブローツワフ公、ヘンリク6世の娘エルジュビエタと最初の結婚をしたが、子供に恵まれないまま死別した。このため1333年3月2日、コンラトは、コジュレビトム公部ワディスワフの娘エウフェミアと再婚し、 間に二人の子供を設けた。宿びが1345年8月11日、オパバコウミクラーシュ二世と結婚婚ラト二世。ありがとうございます。